皆様こんにちは。ブランド買取ロリンザのテラペです。この動画はたくさん見ていただくことによりまして、お売りに行く際にバイヤーから高値を引き出せるお勉強動画となっております。はい、今日はですね、ちょっと思考を変えまして、偽物の見分け方という内容でお話しさせていただきたいと思います。はい、今日の偽物と言いますのはこちらの、皆様、男性の皆様がよくご存知のこちらのブランドでございます。はい、今日のですね、偽物の見分け方はノースフェイスでございます。はい、早速見ていきましょう。ロリンザでもともとこれは怪しいなと思ってたんですけれども、思わず買ってしまいました。私がちょっと欲の皮が突っ張ってたのかもしれません。ちょっとですね、比べる比較対象がないので分かりにくいんですけれども、こちらもこの外のタグに対しまして、ノースフェイスのロゴが、やたらとちっちゃくなっております。それにですね、この、こちらのマークですね、ザ・ノースフェイスの右側のこの虹をモチーフとしたマークも、形がもう全体的に縦長といいますか、左右の幅が、短く、こちらも違う、ポイントとなっております。はい、こちらはですね、なぜかこのようにめくれる仕様になっておりまして、ここのですね、ライン見ていただく、ちょっとここに印をつけさせていただいておりますが、ここの斜めのカットもガタガタとなっております。はい、続いて見てまいりましょう。こちらはちょっと穴があるんですけれども、その関係でこの付近を見ておりましたところ、偽物によくある特徴を見つけました。こちらに印をさせていただいていますが、ここのですね、このライン、ポケットの中の使われているこの生地のこのステッチを一度ほどいたこのラインはをご覧いただけますでしょうか。これですね、ステッチを一度ほどいたこう点々点々と残っているラインですね。これがですね、偽物に特に多い事例でございます。このようなですね、一度失敗した生地を糸をほどき再利用するといったようなことは絶対にございませんし、このようにですね、生地を無駄にしないといったようなですね、偽物特有の特徴でございます。はい、まだまだあるんですけれども、もっと、もう一箇所ぐらい見ていきましょう。こちらは袖、お袖のマジックテープ、ベルクロを剥がした中のところなんですが、全体的にですね、このマジックテープがこういう感じに傾いております。ここのステッチからここの幅とこちらのここの幅がこのようにですね、右側が上に上がっていることにより、ここの幅が左右対称ではなくなっております。はい、はい、今日はですね、こちらのノースフェイスを、偽物をご覧になったんです、ご覧いただいたんですけれども、たくさんですね、その他にもあるんですが、ナイロン製なので、まあこんなものかなって思って、手にされる方、まあ知らずにずっと着ていらっしゃる方もいらっしゃるのではないかと思います。もちろんですね、ロリンザから買っていただければその辺はもうバッチリ安心して、お使いいただけるんですけれども、大手量販店さんの中には多々あります。これは指摘してあげようかなって一瞬思うんですけれども、古着屋さんに行ってですね、あ、これはって手に私がしまして、教えてあげようかなと思うんですけれども、ちょっと話が長くなるとですね、嫌ですし、まあこれもお店側の勉強かなと思いまして、まあそのまま、多くの場合はですね、そのまま、通り過ぎてしまいます。
大手量販店さんのですね、バイヤーさんで自信がない方がいらっしゃいましたら、広島でしたらですね、私ができる範囲で、お教えできますので、よろしければご連絡になってください。はい。まあ、こちらはまあまあよくできている方だとは思います。ノースフェイスではですね、まあまあ、45点ぐらいですかね、よくできている方だとは思います。はい。それではですね、皆様の本物のノースフェイスの、お持ち込みお持ちいたしております。よろしくお願いいたします。